どうもすみません、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。前回ありがとうございます。こちらこそ。はい、今日はどういったことについていきましょう。今日はですね、はい、自分のその一番の個人的には問題点だと思うんですけど、あの姿勢をちょっと見ていきたいです、うん、で、ちょっと一番僕が困っていることで、例えば、長い曲を吹いているときとか、あとフォルテで結構鳴らす曲、あるいはこう休みが、そんなにこうパワーはいらないんだけども結構休みがなくてずっと吹き続けたりするとき、あるいは曲と曲の間がちょっと短くて、うんうんうん、演奏会なんかでちょっともう次々に吹いていないようなときに、あのすごく体に力が入ってるんですよ、うん、で自分でも分かってるんですけど、特にこの左側がもうものすごくもうぐわーっと力が入ってて、で結局力が入りすぎてきて、なんて言うんでしょう、こう、うん、音のコントロールもうまくいかなくなる、まあ、それは緊張っていうのがあるんですけども、それもうまくいかなくなる。でひどい時にはこう直感でこうつばきしようと思って外すってこう持とうとする時に指がつるぐらいものすごく力が入るんですよ。左ばっかり、うん、ほとんど左です、うん、もう首筋から肩、それから骨辺の肩の可動域っていうのが自分でもう完全に固まっているのが分かるんです、うん、でこれをどうにかしようと思って、例えば以前先生のあのレッスン動画で拝見させていただいたんですけど、この股関節を利用してこう前後に少しこう曲げてみるとかしてやってたんですけど、で自分で感じたのがちょっとこう吹く時の姿勢がふんぞり返ってるのかなって気がして、少しの前傾姿勢で前に少し吹こうとしてたんです、うんうん、でこれによってなんか少し変わるのかなと思ったんですけど、やっぱり最初はいいんですけど吹き続けてるとどんどん元の姿勢に戻っていくのか、結局はもうガッチガチに力が入ってきて、もう指が腕の疲れとかもありますし、コントロール、うん、もう全くうまくいかなくなるっていうのが原因ですよ、うん、はい、ちょっときつめの何かを吹いている様子を、きつめの何か、なんかソロとかでもいいですね。で指がその時に、あの僕ですね、歯がこっちがちょっとグイッと内側に右の歯前のこう曲がってるんで、ここによく肩がつくんですよ、こっちだけに、うんうん、で、多分こういう風に吹いてるんだろうなと思うんですけど、よくある、はい、よくこういったの、こういうことそうですね、ああ、で、口に運んでみてください。
そうです。逆行ってみましょう。力をこっちに応用する。そうそうそう、その力で楽器を安定させる。はい、仕方が、はい、多少自由度が増した気もします、体の、はい、少しこう余裕がないのか分かっていたんですけど、だんだん増えてくるとこの辺も硬くなってきて、で多分胸郭の動き自体も制限されてた気もしてましたけど、今多少何も息も入るなっていう、はい、最初はね、大きいものを体に引き寄せて安定させるときの体の使い方をしてましたね。なんだっけ、重量上げのときとか。はい、はい。そう、ちょっと楽器は、そんなに重くない。そうですよね。ある程度重いけど、はい、あとは、その、なんていうのかな、動かすじゃないですか。はい。だから、ので、それに対しては相性の悪い安定のさせ方ってことですね。こうやるのね、はい、こっちだと動かせる、はい、ここで安定させる、はい、なんか背筋使うのか胸筋使うのか違いと言えるか、はい、そう、そう、あの軽い重りを早く動かす時の腕の使い方を思い出してみたらどうなるでしょう。そうそう、そうですね。それで、左手で、ちょっと補助しながら、この辺を当てて、はい、左手、ごめんなさい、右手、右手、この当てて、はい、で、さっきみたいに、ひょいひょいひょいってやってて、そうです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 。それで、口まで持ってって、で、右手を、そうそうそう、そう、そういうことしようかな、できた、できた。見てみましょう。
が増した気がしま す, す、ね、はい。だからあのなんか持ってるスキルをちょっと翻訳したって感じですね、はい、ホルン用にね、うん、あもちろんウェイトとホルンとでは違いは出るので、はい、だけどすでに知ってることの中で一番近いのが、はい、軽い重りでちょっと血液通すときみたいな、はい、まあ、腕の使い方が一番似てるのかもしれないですね、はい、ホルンの時とね。なるほど。そので一番前に先生にご相談したことなんですけど、それの時に首がこう、はいはいはい、首がかかって力が入って触れてしまうんですよ、でも初っ端ももう一番最初に閉ざすときですね、うんうん、でそれも、まあ、骨に関係、力を入れたときに関係はしてたのかなって気はするんですけど、うん、2つあって、はい、1つはどんなことを考